糸崎紀美男です。発達障害は寛解を目指すべきという話をしますけども、寛解という言葉はですね、医学用語なんですね、もともとはね。それで例えばそのがんっていうのは、不治の病なんですよ。で、治療というの、完全な治療というのはないんですね。そこで寛解という言葉が出てくるんですけども、つまりがんの症状が出ないように抑える状態ですね、そう抑えたままで、保っている状態だと、それをね、寛解というんですね。で、これはね、うつ病にも同じ寛解という言葉が使われるんですけども、うつ病も、あと、統合失調症ですね、精神病ですね、それもその完全な治癒っていうのはなかなかないらしくて、そこで寛解という、言葉が使われるんですよね。だからそのうつ病なり、統合失調症の症状が出ないように抑えられている状態ですね、それを寛解と言うんですね。寛解の寛というのはその緩いという意味があって、緩く解いている状態と、いうことらしいんですけども、でそこでその発達障害というのも、その、私はADHD 注意欠陥多動性障害ですけども、それはASD アスペルガーもそうですけどね、持って生まれた性質なので病気ではないわけですね、だから言ってみれば治らないわけですよ、元来の性格だからね。でそうするとその発達障害がその障害として自生活の中でなるべく現れないように、すると、そういうその寛解の状態というのをね、目指すっていうのがいいんじゃないのかなというふうに思うんですね。で、もともとその発達障害が障害になるというのは、実は発達障害そのものはその人の性格の傾向なので、性格とか性質ですよね、脳の働き方の性質とかね、そういう傾向なので、それ自体は障害ではないんですよ。でも実生活との関係の中で障害になるわけですよね。だから僕の場合は注意欠陥多動性障害で、例えば遅刻や忘れ物が多いわけですよね。でそうするとその僕はその小学校中学校の頃遅刻忘れ物多いので、先生や親から散々叱られましたけど、あとサラリーマンやったりもしてましたからね、その頃はやっぱり遅刻忘れ物厳しく言われましたけども、それはそうやって学校に行ったりとか勤めたりとかっていう環境によるわけですよ。で、今私は勤めにやってなくて、フリーで写真家とかやってますけど、そうすると、その実生活の中で遅刻忘れ物っていうのは、そんなに深刻な障害とはならないわけですよね。だからそうやって環境によって、障害のその性格が障害になるならないというのが変わってくるわけですよ。でもっと言うと、その、例えば原始時代とかね、あと原始時代ではなくても、例えば江戸時代っていうのは時計がなかったわけですよね。で時計がなかった時代に遅刻っていう概念もないだろうというふうにして思うわけですよ。お百姓さんだったら、その太陽が、朝になったら田んぼに働きに行って、8時集合とかね、そういう時間原始とかね、そういうのはなかったはずなんですよ。もっとこう緩い時間が流れていたはずなんですよね。でところがその産業革命で近代になると時計というものが発明されて、そうすると人間がその時計に支配されるようになるわけですよね。工場勤務にしても、とにかく時間で区切られるわけですよね。そうすると元来のそのADHD という、私だったら ADHD というその性質が障害となるわけですよ。で忘れ物についても同じことが言えて、例えば原始時代っていうのはその物持ってないですからね。原始人ってまず時計も持ってないし、
あと家もないですからね、持ち物すごく少ないんですよ。でこれはあのサピエンス全史というね、ベストセラー本に書いてありますけれども、人間がその農業を始めて家を持つようになって、それから物を持つようになったとね。家っていうのはその物を置くスペースがあるから、もういろんな例えば着るものにしたっていろんなものを持ってるわけですよね、文明人というのは、庶民であろうと。ところが原始人っていうのはとにかく移動して回ってますからね。だから自分が持っていけるもの以外は持ってないわけです、何にもないわけですよね。弓とか矢とかね、忘れたっつってね言っても、それはまた作ればいいわけですよね。原始人みんな器用ですからね、あの一人一人が器用で何でも自分でできちゃう人たちなので、何だったら原始人というのは全員 ADHD だったんじゃないかとね。いわゆる定型発達と言われるようなおとなしい人は原始時代生き延びられたのかっていう疑問が私にはあるんですけど、そうすると今でいう定型発達の人たちが原始時代では障害者となって生き残れなかったんじゃないかと。だからかようにその、まあ、環境とその人の固有の性質というのは関係があるわけですよね。でそうすると、まあ、現代において、発達障害の人が目指すべきは寛解ではないのかと。だから自分の発達障害が障害とならないような、環境とか生き方を模索して自分なりに、そこに到達するのがいいんじゃないのかなと思うわけですよね。だからそれはそのいわゆる多数派の常識に引っ張られて、やっぱりちゃんと勤め人を真面目にしないといけないとかね、そういうことにこだわってるとやっぱり障害が障害となって、寛解に至ることはないと。だからまあ 僕みたいにその、今お金がなくて困ってますけど、でもあのフリーで、細々と仕事をしながら、発達障害そのものはそんなには障害とはなってないと、ゼロではないですよ。いろんな障害があって、それはまたいろいろ克服しなきゃいけないと、ね、自分なりに思っていますけども、その克服っていうのもだから、まあ、寛解に向けるっていうね、寛解を目標にすると、そうするとなんか頭の整理がついて自分がどうすべきなのかっていうのもね分かってくるんじゃないかなと思うんですよね。でもう一つ言うとね、この寛解ということについてね話すと、実はその人間というのは基本的に寛解してるだけなんじゃないのかなというふうに思うんですね。でこれはだから、精神分析のフロイトを引き継いだラカンという人が言ったんですけども、人間というのは結局ね誰もが精神病者だと言うんですよ。だから常識的に言うと精神病の人と、そうじゃないまともな人の2種類がいると。で精神病の人は、まあ、病院に行って、まあ、医者にかかったりするわけですけど、実は私は精神病じゃないっていう健康な人も実は、よくよく考えると精神病なんだというのがラカンの指摘 でそれはまあ最もだというふうに言えるんですね。でまあ、人間だからね、一皮むけばね、強靭なんですよ狂ってるんですよ。で結局、まあ、多数派と少数派という言い方ありますけども、結局多数派が便宜上正常ということになっているに過ぎないわけですよね。それは発達障害の概念も同じで、よくよく考えると人間は誰もが発達障害なんですよ。で環境によってその人の性質が障害となって現れるか現れないかが決まってくるというかね。だからさっきも言ったように原始時代においてはやっぱりね ADHD みたいなね、そういうその遅刻とか忘れ物とかそういうものに構わずにこうなんていうかもう狩猟採集の世界ですからね。だからいろんなところに興味が移って、でいろんなものを知って、で多動の方がね、多動的な性格の方が、サバイバルできるわけですよ。で定型発達ってそう、おとなしい人たち、真面目なおとなしい人たちはやっぱりね、柔軟性欠く人は原始時代生きられないですね、そういうふうに思うわけですよね。
だから結局人は誰でも精神病で、人は誰でも発達障害なんですよ。でも寛解しているだけなんですよね。 100% 健康で健常な人っていうのはいないんですよ。寛解しているだけなんですよ。だからそのまともな人でもひょんなことで、症状が発症するわけですよね。だからまあ、一見こう正常で普通に倫理観がありそうな人がそのかなりこうナチュラルに障害者差別とかしたりすることがあるわけですよね。私なんかもいろいろとそういう目にあったことありますけども、それっていうのはだからその人は寛解しているだけなんで、ひょんなことでその人の病的な面が出てくるわけですよ。あとそのまあ一般に言うとその大衆による集団ヒステリーみたいな状態とかありますよね。まあ、例えばその関東大震災の直後に朝鮮人が井戸に毒を入れたっていうデマが、でデマがこう出回ったわけですよね。そうすると朝鮮人を引っ捕らえろって言って、みんなでそうやってその虐殺したりとかね、そういうその本来はそのまともな善良な市民の人たちが何かのきっかけにそうやって、変貌するわけですよね。なんでそうやって変貌するのかっていうと、実はそのいわゆる善良な市民という人たちは寛解しているだけなんですよね。本質的には精神障害で、発達障害なんですよ誰もがね。でその寛解しているだけなんですよ。だからさまざまなきっかけで、症状が現れると。でそんな中でこう我々発達障害の抱えている人もその寛解を目指しましょうと。だからね、自分はおかしいんだと、ね、自分はもともとおかしくて、寛解しているだけなんだという、そういう自覚がある人は何かあった時に症状が出そうになるとね、それをねこらえることができるというか、自分の状況を客観的に把握している人はそれがコントロールできるわけですよね。でかえってね、自分はまともだって思って信じ込んでいる人は何かの拍子に症状が発症しても気づかないし、歯止めが効かないですね。自分ごとこと客観的に、見られないですからね。そうするとまあその全然悪事を働いている自覚もなく、ナチュラルに、すごいこう差別をしたりとかね、意地悪したりとかね、そういうことをするわけですね、という話でありました。